皆さんこんにちは。株式会社パーソネクスの田辺と申します。本日は半導体工場が拡大中、クリーンルームにも防犯カメラを設置しましょうという話をしたいと思います。日本経済新聞で今半導体の企業が非常に増えていると、そういったお話がございました。実際今年の2月にですね、2月には台湾の半導体企業の TSMC というところが熊本県に進出をしております。今非常に半導体の製造会社がですね、アジア各国で急速に拡大をしているという、こういった現状がございます。では半導体といったものはどういったものなのかと言いますと、今電気自動車、またスマホですね、あとは家電ですとか、あと我々が取り扱っているような防犯カメラの中にも半導体のチップというものが入っているんですね。で、実際に防犯カメラ、そういう半導体の需要というのはこれからますます拡大していくというふうに考えております。で、その上で工場内のクリーンルームというところでですね、防犯カメラを設置してくださいというお話も非常に多くいただいております。2つメリットがございまして、防犯はもちろんなんですけれども、まず1つ目、作業工程の管理、品質管理にその防犯カメラが使えると。不良品のチェックをいち早く行える。またそこで作業をする方々にとってもカメラがあることによって緊張感を持って仕事に取り組める、そういったメリットもございます。また2つ目、取引先へのアピール材料になると。その半導体の製造会社にとっても取引先の方々にその防犯カメラの映像を見ていただくことによって、安心してこの企業だったら委託できるなというふうに思っていただけると、そういったメリットもございます。クリーンルームをお持ちの会社で防犯カメラの設置をご検討されている方、株式会社パーソネクストまでお気軽にお問い合わせください。本日はご視聴いただき誠にありがとうございます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。